んこんにちは、ムレリです。なんかさっき食べた豆板醤喉に詰まってる。大丈夫ですか、これで。変な声ですけど、やっていきましょう。今日の購入品紹介はこちらでございます。でーん、島村。島村とか超久々。今回5点買ってきました。いろいろと買ってきたので紹介したいと思います。まずはこちら、じゃーん、ディズニーのアリエルですね。アリエルのワンピースです。こんな感じ、立つとこんな感じです。ちょっと大きいんだよね。 M だけど大きかったですね。アメカジみたいなデザインになってて超可愛いです。そしてじゃーん、こちらなんだろう、キャミソールかな。とりあえず私よくブラジャーが見えちゃうんですよ。こういうレースキャミとかをよく買うんですけど、まあ、それが500円だったのでいいかなと思って買ってきました。はい、そして2つの商品紹介します。じゃーん、バービー。はい、バービーでございます。大好きなバービーです。いや、本当はもっともっと買いたいものたくさんあったんですけど我慢しました。これが1個980円で、まあ、あの島村にしてはですねちょっとお高めなのか、でもバービーにしたらお安めなのかって感じなんですけれども、私バービー大好きで、リアルバービーになりたいって思ってるぐらいバービーが好きなんですね。なので本当にバービーが大好きすぎて、もう昔からバービーばっかり着てます。バービーのお洋服が売ってた時もあったんですよ。そんな時代もあったんですよ、10年くらい前かな。で閉店しちゃったんですけど、バービーのお洋服が地元に売っててよく買ってました。先日バービーのポップアップショップにも行ってきたんですけど、あのあれですよね、その動画実は出せてないんですよ。バービーポップアップショップ行ってきたのに、なんか編集ミスっていうか編集するタイミングがなくて出せてないんですよ。なのでちょっと本当にバービー好きすぎて、マジでバービー好きなんですよ。まあ好きなんですよ本当に。で去年ですね、バービーがジャパン撤退をしてしまって、あの原宿に本店があったんですけれども、もう私はそのバービーの本店の前でも号泣です、号泣。でももうとりあえず号泣して帰ってきたバービーがここにいるって感じでございます。バービー大好きなんです、ごめんなさい。いや本当にバービー好きすぎてね、マジでケーンって感じ。ケーンいないけど別に。そして最後です。I'm a Barbie girl in a Barbie world。 これはですね 100×150cm のルームマットです。長方形のルームマットになるので、撮影部屋の方に置きたいなと思って買ってきました。めちゃかわめちゃかわバービー。あ、本当にやばい。めちゃかわ番長って私よく言っちゃうんですけど、なんかちょっと変って言われたんで、めちゃかわ番長。とりあえず可愛いので大丈夫です。で今ディズニーの商品を買うとね、なんかカーズがシークレットのそのピンバッジがついてくるみたいなので、皆さんよかったら島村へ行ってみてください。で、あのシークレットを引けるかどうかってその人次第なんですけど、私はちなみにリトルグリーメンでした。あの目が3つのやつ、グリーンのやつです。はい、リトルグリーメンもらいました。カーズ見たことないんですけど、とりあえずなんかカーズファンはぜひ来てみてください。ということで盛り上げでございました。せーの、おつわり、バイバーイ。